皆さんこんにちは。今日のテーマは情報の偏りが人生にマイナスな影響を与えてしまうエコーチェンバー現象です。小学生にも分かりやすく説明しますね。項目は以下の通りです。1. エコーチェンバー現象とは、 2. エコーチェンバー現象の4つの危険性、 3. 具体的な事例小学生編、 4. 具体的な事例大人編、 5. エコーチェンバー現象を防ぐ方法、以上の5項目でご説明します。よろしくお願いいたします。項目1、エコーチェンバー現象とは。エコーチェンバー現象はインターネットや SNS で自分と同じ意見を持つ人たちとばかり交流することで、その意見がどんどん強くなってしまう現象です。まるで狭い部屋で自分の声が反響して聞こえるように自分の意見が繰り返し聞こえることから、エコーチェンバー反響室と呼ばれています。項目2、エコーチェンバー現象4つの危険性。1つ目は情報の偏りです。自分と同じ意見ばかりに触れることで、異なる視点や情報に触れる機会が減り、視野が狭くなります。2つ目が誤情報の拡散です。間違った情報でも多くの人が同じ意見を持っていると信じてしまい、誤情報が広まりやすくなります。3つ目が極端な意見の強化です。同じ意見ばかりに触れることで意見がどんどん極端になり、過激な行動や発言を引き起こす可能性があります。4つ目が社会的分断です。異なる意見を持つ人々との対話が減り、社会全体が分断されるリスクがあります。項目3、具体的な事例小学生編。SNS での友達の意見。例えば、あなたが好きなアニメについて SNS で話しているとします。同じアニメが好きな友達がたくさんいいねを押してくれると、そのアニメがもっと好きになり、他のアニメには興味がなくなってしまうかもしれません。学校のグループ活動。学校でグループ活動をしているとき、みんなが同じ意見を持っていると、その意見が正しいと思い込んでしまうことがあります。例えば、クラスでどの映画を見るか決めるとき、人気のある映画ばかりが選ばれて、他の映画の良さに気づかないことがあります。ゲームのコミュニティ。オンラインゲームのコミュニティで、特定のキャラクターが強いとみんなが言っていると、そのキャラクターばかり使うようになります。他のキャラクターも強いかもしれないのに、試してみることが少なくなります。ニュースのフィルタリング。インターネットでニュースを読むとき、自分が興味のあるニュースばかりが表示されることがあります。例えば、スポーツが好きな人はスポーツのニュースばかり見て、政治や科学のニュースにはあまり触れないことがあります。項目4、具体的な事例大人編。政治的な意見。例えば、SNS で特定の政治家を支持するグループに参加すると、その政治家に関するポジティブな情報ばかりが流れてきます。これにより、他の政治家や異なる意見に触れる機会が減り、自分の意見がますます強固になることがあります。健康情報。健康に関する情報を SNS で探していると、自分が信じている健康法やダイエット法に関する情報ばかりが表示されることがあります。これにより、他の健康法や新しい研究結果に触れる機会が減り、偏った情報に基づいて行動してしまうことがあります。趣味のコミュニティ。例えば、特定のスポーツチームのファンコミュニティに参加すると、そのチームに関するポジティブな情報や意見ばかりが共有されます。他のチームや選手の情報に触れる機会が減り、視野が狭くなることがあります。消費者レビュー。オンラインショッピングで商品レビューを読むとき、自分が購入を検討している商品に関するポジティブなレビューばかりを読むことがあります。これにより、ネガティブなレビューや他の商品の情報に触れる機会が減り、偏った判断をしてしまうことがあります。項目5、エコーチェンバー現象を防ぐ方法。エコーチェンバー現象を防ぐためには、いくつかの方法があります。以下に具体的な対策を紹介します。多様な情報源に触れる。一つの情報源だけでなく、異なる視点を持つ複数のメディアから情報を得るようにしましょう。例えば、ニュースを読むときは、異なる新聞やウェブサイトをチェックすることが大切です。異なる意見を持つ人と交流する。
自分と違う意見を持つ人と話すことで新しい視点や考え方に触れることができます。友達や家族と意見交換をするのも良い方法です。アルゴリズムの影響を減らす。 SNS や検索エンジンのアルゴリズムはあなたが興味を持つ情報を優先的に表示します。これを避けるためにブラウザのシークレットモードを使ったり、広告のカスタマイズをオフにしたりすることが有効です。批判的思考を持つ。受け取った情報をそのまま信じるのではなく、常に疑問を持ち、他の情報と比較してみることが重要です。情報の信頼性を確認する習慣をつけましょう。まとめ、エコーチェンバー現象を防ぐためには、多様な情報源に触れ、異なる意見を持つ人と交流し、アルゴリズムの影響を減らし、批判的思考を持つことが大切です。これにより、偏った情報に影響されず、バランスの取れた視点を持つことができます。いろいろな意見や情報に触れることが大切ですね。本日は以上です。合言葉いきましょう。現状維持は衰退。早くやろう、たくさんやろう。人に優しく、仕事に厳しく。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。